オリガ・ザイツェは、ロシア語、英語、オルガ・アラックス・ジェイヤベナ・ザセェバー、1978年5月16日体は、ロシアの女性バイアスロン選手。2006年、トリノ及び2010年バンクーバー、冬季オリンピックに大会金メダリスト、モスクワ出身、1994年にバイアスロンを始める。2000年2月12日に、スウェーデンのオスターサンドで開催された、 ワールドカップに初出場。2002年2月、ソルトレークシティオリンピックに出場し、個人37位。同年12月5日に、ワールドカップオスターサンド大会、スプリントで、初優勝。2004から05シーズン、ワールドカップの種目別マススタートで、シーズン総合1位。2005年の世界選手権、2006年、トリノオリンピックでは、女子リレーメンバーとして、 金メダルを獲得。2009年世界選手権ではマススタートで個人種目自身初の金メダルを獲得。2010年バンクーバーオリンピックでは女子リレーで連覇を達成。個人マススタートでも銀メダルを獲得した。地元開催の2014年ソチオリンピックでも女子リレーで銀メダルを獲得。しかし2017年、 ドーピング再検査で違反が判明したとして失格処分となった。ありがとうございます。